V プレスをご覧の皆様こんにちは、工藤凪です。グランドチャレンジ2回目を迎えました。今回は私工藤凪が実践をしていきたいと思います。この V プレスをご覧の皆様の中では多分初めてご覧に、私をお目にかかるかと思う方が大半だと思いますので、軽く自己紹介をさせていただきたいと思います。私工藤凪はですね、普段はちょっと今も変な格好をしてるんですけど、コスプレをしてパチンコを打ったり、パチンコの雑誌とかがメインでやらせていただいておる、おりますけど、コラムとか連載しておりまして、今回スロットの動画なんですけど、ちょこちょこスロットにも出させていただいております。絶賛コスプレで活動しております。なのでちょっと、ライターさんかどうかはさておき、ライターになりたい願望でこの道に走ってきたものなんですけど、ちょっと自分の好きなライターさんがいて、すごい可愛らしい方で、ただ単に女性としてすごい憧れてて、その辿ってったらライターさんだったっていうことで、私もこのライターさんになりたいなと思い、今こんな感じでやっております。もう雑な説明ですいません、性格が雑なものですいません。なのでちょっと今回は私工藤凪がやらせていただきたいと思います。はい、なんとここで中竹さんから VTR が届いているということで、早速見てみましょうか。世界の皆様こんにちは、グランドチャレンジ第2戦がやってまいります。2戦目はですね、工藤凪丹が実践担当ということでね、前回私が第1戦目ですね、3863枚だったかな、出したんで、もう残り5戦で、6000何百枚出すだけなんで、かなりね、余裕を持たせたんじゃないかと思いますけども、そこでですね、ちょっと簡単にクリアできちゃう感じになってきたんで、ね、なんかメスども2人にミッションでもちょっとぶっ込んでみようかなと思って、やってまいりました。じゃあですね、ラギタンはコスチュームプレイヤーということで、なんかないかな、なんか奇襲のキャラの格好をして打ってもらいたい。探偵過激って言うんですか、ミルキーホームズ、消えた7と、はい、奇跡の消えた7っていうのはもう分かんねえよ今時のパチスロはもうっていうね、要するに、巷で言われているミルキーホームズですね、ミルホですね、ミルホの登場人物のコスチュームプレイをしていただきたい。とにかく多分今時のパチスロに出てくるキャラクター結構際どい衣装が多いんでね。いや露出しないレイヤーなんですけど私。早っ終わりそれだけミルホって言ってましたよね、なんかあの方って中竹さんが、ミルキーホームズをミルホって略すのもありなんですけど、私たちはミルキーって略すんですけど、頭でわかると思うんですけど、ちょっとミルキーの今日はデデン、ゆずり咲ネロちゃんっていうこのキャラクターのね衣装でバレバレだったんですけど、全然よいしょはい、着ております。黄色担当です4人いる中の黄色担当です。いやー、なんでこの子にしたかっていうと、動きやすいんですよ、一番ショーパンなんですよ、ここしか露出しないんですよ。しかも露出嫌い系の苦手コスプレイヤーをやっているんで、一応出せるとこがないので、あんまり全体的に中竹さんすいません、露出ないです足しかないですということで、ちょっと今日はこの格好でミルキーを実践していきたいと思います。目指せ1万枚グランドチャレンジ、よし、フリーズ引くぞ、見せ場作るぞ、待ってろよみんな頑張ります。
早速ミルキー打っていきたいと思います。よし、はー、いやー、言うてなんで私は中竹さんがこの台をして指示指令出したのかちょっとわかんないんですけど、いや私勝ちに行くなら私もあのハーデスとか凱旋とかそう打ちたかったんですけど、ちょっとやっぱアニメ好きっていうのをバレてたんですよね、きっと。ましてや多分私のツイッターとか見たりなんかして、この衣装持ってるじゃんみたいなノリで来られたのかもしれないんですけど、残念ながらミルキーホームズ私知識浅いですメインパチンコなんで、プラススロットも打つんで、ちょっとなかなかそんなに知識はないです。そう、しかも結構液晶のリールじゃないですか、こういう台あまり普段打たないんですよ。まあアニメ台は打つんですけど、ほう、はい、早速ストーリーゲット。そう、これねどこ見ていいか分かんなくなるんですよね。あ、終わりましたストーリータッチ、そう、ちょいちょいタッチする場面が出てくるんですけど、お、なんだリプレイかな。そう、この台すごくいろんなものが搭載されていて、もう見る場所も多いし、まあスロットっていうよりは本当にアニメみたいな感じなので、一応なんかミルキーホームズ TD って書いてあるんですけど、アニメシリーズ4シリーズのストーリーとか劇場版とか入ってるんで、それか、そう、多分本当にミルキー好きにはたまらないんですけど、私ストーリーシリーズ1話と1話とっていうか第シリーズ第1弾と第4弾、まあ、TD の4話までしか見てないんで、中の第2シリーズ第3シリーズは見てないんですよね、ぶっちゃけ。そう、それでさっきオープニングでは中竹さんからの VTR がありまして、軽く中竹さんについてを喋ってたんですけど、もう一方のチャベス愛さんはもっと初めましてなので、そう、どんな方なのかちょっと分かってないので、でも一応第1回のね動画は見たんですよ。お、なんだ、なんやねん謎お、やべえなんか某化け物語は言っちゃった、某化け物語みたいなスロットの字がしいって本当はこうなっているのよ。さあどうなんでしょう。あと少しだ。さあ組みなさい、バーゲン。せい。お、あ、では押してから。え、何が起きた今。おっと、おっと。これあるボーナス。おい。おい。私の勝ちよ。なんやねん。期待したわ。あ、でも赤文字、あ、文字が赤い。プレミア。落ちた。
ですよね。今ので外れてたら本当にもうこうですよ。よかった。はい、ということでボーナスです。まあボーナス2種類あるんでどっちを引くか、まあ普通のボーナスを引くと思うんですけど、ミラクルボミラミラクルミルキーボーナスだったらいいんですけど。シャロちゃんの声が、まあ、ピンクの子なんですけど、コインが出るときにジャラ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 って言うんですよ。めっちゃかわいい。なんだろう、嘘、白七だったらいいね。でも違うかな。あ、普通にこれ揃えてことだったんですね。赤七でした。はい、本当は今のボーナス揃えるときにちゃんと狙って揃えたらセリフが出てくるんですけど、それでも設定示唆するんで、はい、もう一回、はい、まあ、大体10ベルは10回なんで基本的に。お、TD のエンディングだ。やばい。お、はいはい、まあ、下段だとちょっとな、弱いな。はい、あ、バニーちゃんだ。バニーちゃんなんだっけかな、あるんですよね、大当たり後のエンドカードが。バニーちゃんだと天国準備場らしいんで打っていきましょう、どんどん。せい、そう、 ART 行かなかったのでオープニングゾーンに戻りました。終わっちゃった。はい、お、11話だ。私の母なんです。マジか、うん、母が奇跡のパワー、母とも会える。それ以上に私が歌手になろうとした。11話だとちょっと天国あるんじゃないですか。お、ココちゃん、ココロちゃん、覚えてください。あ、かまぼこがいる。あ、 猫のことかまぼこって言うんですけど。そう、肉球がねかまぼこみたいだからかまぼこっていう名前に、まあ、なったっぽいんですけど、すごい初期のお話であるんですよね。はい、また来た、消灯したパネルが。私が生まれてすぐ後に父が亡くなって、母は女で一つで、こっち上、上ですね。はい、外しました。あ、ゲットのミルキー、これ、あ、神社はまあまあいいんですけど、まあ3つステージがあるんで、まあ、ここでボーナスかあるんですけど、微妙。色はまあ変わったけど、やばい、ダメだったっぽい。最後の1回、ダメか。
チャンスゾーンだったんですけど、今の一応お、たまりますね、ストーリー。その能力使って私からエレメントを奪った。バトルです。いや、というか私まだこれ第11話までアニメ見てないんで、実はあんまり見たくないんですよ。5話以降見たくないんですよ、 TD のアニメは。ネタバレになる。私今日帰ったら見ようと思ったんですけど、見たくないなあんまり。私たちとマリネの絆を一度は断ち切られたけど、マリネがフルダンスした絆を簡単に切れたりしない。あ、マジこいつだったんだ犯人。嘘でしょ、やだ。アニメ見てたからさ、途中まで。え、嘘、裏切っちゃうんだ高校で。めっちゃ仲いい子だったのに、この子。もう一度変われ。あ、赤に行った。え、ちょっとやだな。私は思うで、私は奇跡の歌を歌えないの。あなたが奇跡の歌をあなたを縛りつけている。この歌の見たくねえな。この歌があるから、この歌を諦めて。せい、あ、落ちた。ボーナス。うわー、見たいけど、続きを見たいけど、これを見ると私今日帰ってから楽しみがなくなるっていう。省きましょう。早く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 。もう見たくない。ミキちゃんも一緒に歌ってくれ。最終話間近でミキちゃんが犯人だったとは。ショックだな。はい、またもや92ゲーム目ボーナスです。トロ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 。せい、お、もう一回あった。せい、もう一回。あ、まあ20回なんですよね。はい、ありがとうございます。さっきよりちょっと増えました、回数が。今度こそ ART を聞きたいと思います。お、合格。はい、一応合格。これが落ちればいいんですけど、落ちない。ART なかなか入んないんですよね。あ、終わっちゃう。嘘、まさかの7ゲットしてた。マジか。え、1ゲーム連ですよ。やばくないですか。 ART は待って、これ A タイプじゃなくて ART なんですけど。嘘、あれ、これ A タイプだっけ。おかしいですね。はい、いやー、謎のミルキーボーナスの連チャン。もう一回、また長い長い消化が始まる。あ、よかった、曲が今度違う。もうさっきのマリネちゃんのエンディングの曲だったらもう鬱になりそうになってたんで、明るい曲でよかった。
番じゃないですか。待って、見てないから、うち待って、だからまだ見てないんだって、劇場版。もうやだ、なんで中竹さんこの機種指定したの、嫌がらせじゃないですか。わしまだ見てないんだってもう見ないで歌おうかな。終わりだ。はい、はい、まあ、ここがねお風呂場とかバニーとか全員集合とか、まあ、これじゃないやつだったらよかったんですけど、ヒュー、はい、またボーナスいたらどうしようかと思ったけど、そんなことなかった3回目ボーナス引いたけど、いまだ ART に入らず、しかも謎の連チャン推し A タイプなのかなっていう疑問を抱き、オープニングゾーンにまた戻ってきました。私この2人はミルキーホームズのシリーズはここだけ見た。お、たまった。わ、来た、満タン。これで、ライブ準備ステージに移行するわけでございます。そう、ロングフリーズの確率が上がるのでチャンスですね。はい、一回落ち着こう。ということで、これがライブ準備ステージなわけなんですけど、ここはロングフリーズが弾きやすくなっているんですよ。通常だとだいたい6万5千分ほにゃにゃら分の1ぐらいなんですけど、ここ約111分の1ぐらいで弾けるステージなので、もうちょっと期待したいですね。 You ready? はい、これがね、で2、まあ1まで行かない時もあるんですけど、1いった。お、ミルキーアタック行きます。あれ、フリーズ引きました言ってたら引いた。今親、私初めて引いたんで、まだ 1,2 回しか打ったことないんで、え、これロングフリーズ、はい、なんかこの台やばいっすねえ、これどうすればいいの、どうすればいいの、終わるまで待ってる、終わるまで待ってる。はい、お隣に詳しい方がいて聞いたら、ロングフリーズ終わるまで待ってろと押せないんですよね、勝手に、ゲーム数が上乗せされていくみたいなので、ラ終わり、終わっちゃったえ、一番しょぼいやつやんこれ。一応3桁以上なんですけど、ロングフリーズはしょぼいで、なんかね、最大で多分1000ゲームぐらいまで行くはずらしいんですけど、足しょぼいの引きました。
はい、一応今のがロングフリーズでした。一番の見せ場でした。終わりました。はい、こうして A タイプかと思ったこの台は無事 ART をまさかのフリーズで引くことができました。はい、スタートです。まあでもこの ART 中にね100ゲームあるんで、上乗せとかボーナスとか引ければいいんですよ。小娘も頑張るんですよ、やるときはやるんですよ。よし、こっからはスロットのオリジナルのストーリーなので見れないやつです普段。今壺に何かが溜まってったんですけど、これ終わった時に壺の中身が出てくるので、それでまあもしかしたらまだ ART がストックしてあったりとかいろいろあるみたいなので溜めてきましょう、壺の中身を。最高、どんどんね変わっていくんですよね字が。はい、曲を勝手に変えます、私はここで。そう、これで、もう誰推しって書いてあるけど私推しいないんですよね。あー、はい、めっちゃ今ので溜まったポイントが。7、あ、アルセーヌタイム、ほら言ってれば来た。これさっきの ART より、あの広角の ART、 ここでねゲットザミルキーとか弾けたらいいんですけど。でもねラスト16ゲーム、あ、弾けましたね、ゲットザミルキーチャンス。何いく、あー一番弱いとこですこれは。せめて神社だったかな。はい、タイトル変わるか、一応変わったけどあんまり期待できないですこれは。7がいいな。あー、こいつやばくないですか。いや、この子たちもいいキャラなんですけど、あ、赤じゃない、カーテン。もう一回、ダメかい。おっ、あった、これはもうレインボーで、レインボー。